札幌オリンピックでもまた東京の世界選手権でも多くのファンの関心を集めましたペアから、この NHK 杯の国際競技大会は始まります。日本の岡部幸子、村隆史組のまずペアが始まります。佐野さん、はい、見て楽しいですね。そうですね。曲は決戦の道に。あ、いいですね。なかなかよく合ってますね、はい、練習より上手いです。2分間で6つの要素を入れることになってますね、これはショートプログラムは。2分以内で、まあ、早く終わってもいいわけですけども、6つの要素をいかに正確にこなすかというのはこのペアのショートプログラムです。まずこれですね。はい、これはリフトですね。リフトですね。これが1つの要素です。そうです。最初のスピンもそうでした。そうでしたね、はい、もう2つ入りました、はい、これからサーペンタインのステップに入ります。これがもう3つ目ですね。そうですね。非常にいいようですよ。岡部さんは日大鶴ヶ丘高校の2年生、村選手は日大の1年生です。この2人は両方とも地方出身でしてね、はい、あの雪の方が水戸から出てきまして、から岡部さんが水戸、そうですね、はい、村の方は広島からです。それが東京で今こうしてやってるわけですね。本当ですね。あ、ジャンプですね。ちょっと岡部さんの方がミスりましたね。これも一つの要素ですね。そうです。キャッチウエストと言います。キャッチウエストスピンですね、はい、最後にバックインサイドのデススパイラルが入ります。そうですね。このペアの見せ場が始まりますね。まあ、スケートの花とも言っていいでしょう。このそうですね。デススパイラルは1回半です。そうです。頭がつきそうですね。素晴らしいです。いいですね。よくまとまりました、はい、よかったです。見事でしたね、はい、日本ペアなかなかいい出足でした。そうですね。ちょっとね、あそこのジャンプがねミスりましたけど、審判が気がついてくれないことを願ってます。そうですか、はい。日本のファンとしてはそういう気持ちがあるんじゃないかと思います。そうですね。今スロービデオで入りました。出ましたね、はい、スピンのところが入るんじゃないかと思います。そうですね。スピンはとても良かったですよ。いつも練習じゃあんまり合わないんですけどね。ああ、そうですか。これがやはり試合の良さですね。また練習の時は絶対にね失敗しないんです、あそこのジャンプが。ああ、そうですか、ところが練習試合で失敗してしまう、これが一つやっぱり試合の面白いところですね。そうですね、はいはい、村選手が一生懸命合わせてるという感じですけども。そうですね、まとまりましたね、女性をうまくリードしてます。そうですね、はい、ただいま IS 規定に基づき採点基準の調整を行って。ちょっと暗いのでご覧になりにくいかもしれません。1番が 4.2、 2番が 4.4、 3番が 4.1、4番が 4.5、 5番の審判が 4.4 という得点を出しました。そうですね。1番が 4.6、 2番が 4.8、 3番 4.6、 4番が 4.9、 5番が 4.8 という得点が出ました。そうですね。こちらはプレゼンテーションですね。そうですね、はい、4.6、 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 4.